一瞬たりとも見逃すな。どうも、大分の高千穂親方です。アイドルハロープロジェクト椿ファクトリーの2023年春ツアー瞬間福岡公演に行ってまいりました。まあ、この日はですね、前に紹介したジュースジュースと、まあですね、いわゆるはしごで、見させていただきました。まあ、椿ファクトリー、ね、まあ、個人的な話にもなるんですが、この4月に、まあ、私の一押しだった朝倉キキちゃんご卒業されました。で、さらに秋にはリーダーの山岸莉子ちゃん、そしてメンバーの岸本夢乃ちゃんも、まあ、同時にご卒業されるということで、こう本当にこう目まぐるしいですね、ステージをこうどんどん迎えられております。まあ、だからこそね、その一瞬一瞬の椿ファクトリーを見逃すなという意味が込められた瞬間のツアー。まあ、桜キキちゃんね、まあ私がハロータ復帰して初めて一押しのね、卒業があって思いもひとしおだったんですけれどもね、そのキキちゃんがいない椿ファクトリーのパフォーマンスを今回初めて現場で見ました。さあ、私はね、どんな面持ちでね、新しい椿ファクトリーを果たして受け入れられたのか、今回はそのですね、2023年春ツアーの福岡公演の感想をね、ご紹介しながら、また椿ファクトリーね、こういうメンバー面白いよなどですね、私なりの気づきやおすすめポイントをご紹介いたします。今回もお付き合いよろしくお願いいたします。最初に今回のですね、瞬間ツアーの概要をご紹介いたします。4月のですね、15日神奈川県座間ねから始まりまして、6月11日大阪公演までの全国ツアーです。まあ、他のハロプロのグループが3月から始めていたのに対し、まあ、椿ファクトリーの場合は4月の2日にですね、ね、まあ、いわゆるひなフェスと、朝倉キキちゃんの卒業公演もありまして、まあ、それ以降のね、4月になってから、新体制になってからのツアーです。この動画を上げてる時点ではですね、静岡公演まで終わってます。で、いよいよまた神奈川、大阪、広島、宮城、大阪とで続いていくわけです。まあ、今回ですね、瞬間というのは冒頭でもご紹介した通りですね、一瞬ね、もう見逃さないでくださいということでね、山岸莉子リーダーが福岡公演でもおっしゃってました。まあ、キキちゃんがね、卒業され、ね、今度ね、莉子ちゃんと夢乃ちゃんも秋に卒業するということで、本当2023年、椿ファクトリーにとってはかなり大きい年です。だからこそ、ね、メンバーもファンも一生懸命頑張ってね、楽しい時間をね、一瞬も見逃すなという思いが込められたツアーです。で、私は5月3日の福岡国際会議場に行ってまいりました。さあね、新しい体制の椿ファクトリー見て、親方はどういうことを思ったのか。ところで、キキちゃん卒業して現役の一押しとか二押しのメンバーどうなったのとか、今回、ね、MVP、ね、すごいメンバー誰だったのということなどをご紹介いたします。まあ、感想はですね、いくつかございますが、まあ、最初にですね、まあ、二つの違和感といいますか、不思議な感覚があったのが事実です。まあ、一つ目が、あ、ステージに朝倉キキちゃん、あ、いないなっていう、まだ卒業された実感がなかったということ。で、二つ目が、あ、ペンライトの色もこれまではピンクだったけど、何色にしようかなという、まあ、不思議な感覚もございました。まあ、まずですね、キキちゃんがいないことに対して、まあですね、新しい、いわゆる椿ファクトリーの体制ですけれども、まあ、いわゆる気流で、無駄なですね、心配でして、やっぱりこうですね、パフォーマンス見ていくと、ああ、やっぱ僕は、椿ファクトリーがやっぱ推しグループだなと。やっぱこの楽曲いいよね。パフォーマンスやっぱみんないいじゃんっていうところで、かなりですね、やっぱ椿ファクトリーはいいもんだと。いいもんだとね、いうふうに感じました。そしてペンライトなんですけど、まあ結論言うと、エメラルドグリーンと、ロイヤルブルー、ね、横文字ばっかしですけれども、この2色を振らせていただきました。まあ、後日ですね、またハロプロ履歴書更新予定ですが、その中でもご紹介予定。今のところですね、一押しは小野瑞穂ちゃん、そして二押しが
福田マリンちゃんということで、4月以降をさせていただいております。ですね。まあもちろん実を言うと、もう椿ファクトリー本当いわゆる私、DD ですね。箱推しなんで、もう全員本当好きなんですよ。アンミーとかね、サオリーも本当に大好きで、ペンライト移動とか一押しとかね、やっぱ順番つけるのもどうかなと思うんですが、まああえて現役でね、一押し二押しという中で選ばせていただいたのが、まあ小野瑞穂ちゃんと福田マリンちゃんということで、今回ペンライトを振らせていただきました。まあとはいえですね、やっぱどのメンバーも好きですから、まあ2色、まあ今回私ペンライト2本持っていったんですけれども、まあ2色だけに絞るのももったいないなっていうぐらい、本当にですね、どのメンバーもやっぱね、まあ可愛さも正直ありますし、ね、それぞれの歌声とかダンスとかね、キャラクターに味があって本当に好きだなと感じました。で、今回の瞬間ツアーですね、セットリストは、まだね、今回は、最後の最後に載せます。ネタバレはいたしませんので、まあ、簡単にスタイルだけ言うと、今回、メドレー部分、かなり面白いですよ。かっこいいというのが、まあ、もしかしたら一番ね、正しいというか、しっくりくる、ですね。今までの椿ファクトリーでは多分なかったような、ですね、新しいスタイルでやってるメドレーです。まあ他はモーニング娘。とかビヨーンズも確かされてたようなスタイルなんですが、椿でこれやるかっていうのはですね、かなりまあ興奮しましたし、ね、面白かったですよ。ですね、まあたまたまメドレーに使われていた曲が、まあ、私の好きな曲というのも、まあ正直あるんですが、本当に楽しむ。ある意味じゃ本当新しい椿ファクトリーの挑戦、そしてねこの瞬間を見逃すな、この瞬間をしっかり私もね目と心に焼き付けて、できたことがやっぱ嬉しいですね。一つですね、今回はそのメドレー曲注目されてはいかがでしょうか。じゃあまあね、いろいろ親方さん、どのメンバーも好きだよとかね、八方美人なんて言われそうかもしれませんし、まあどのメンバーもすごくてパフォーマンスも良いという中で、じゃあ今回の瞬間ツアーのね、福岡公演 MVP 一人 A 選んでと言われたら、ドルルルルルルルダン、ヨフルノちゃんです。ね、ついにと言ったあれですけれども、まあ最年少メンバーなんですけれども、まあ今回ですね、まあ最近からちょっと実はヨフルノちゃんに対して思ってた感想がございました。それがですね、まあ、いわゆる JK、女子高生になったということもあってか、ビジュアルがかなりこう、大人っぽい感じのですね、可愛さになってきた、美しいな、美人になったなっていう感じです。今回の福岡公演でもまさにそんな感じですね。なんか、それまでは中学校の生の時はこう、もう普通に子供っぽくて可愛い、ふわっとした感じだったのが、多分目元と髪型ですかね、特に目元がこう、キリッとして輝いてて、こう、大人な、こう、なんか何か見据えてるような、かっこいいですね、引き締まった目がしてる。これがですね、ちょっとびっくりというか、ああ、ほんとなんかルノちゃん、大人になってるなという、ですね、印象。それでいてですよ。天真爛漫な、とか、頑張るなっていう、このね、子供っぽい、天真爛漫なキャラクターとのね、ギャップ。がおもろいでっていう感じ。もっとね、モーニング娘。の佐藤正樹ちゃんを彷彿とさせるような、こう、ビジュアルとかダンスとかパフォーマンスはね、こう、どんどん進化していって、大人っぽい、かっこよくなっている。ところで、キャラクターはずっと変わらないままの、ね、元気なね、天真爛漫なまーちゃんとね、ヨフルノちゃんっていう感じ。この共通点があって、これ面白い存在だなと、まあ、福岡公演で改めて感じました。まあもともと研修生時代から、もうルノちゃんね、やっぱ歌が上手くてね、特にジュースの曲とか歌わせたら伸びがあってね、歌のね、声、歌唱力、ボリュームがあってすごい子だなと思ってたんですが、最近は本当こう、ビジュアル面で、まず、目を引く存在になって、今回の福岡公演でもね、結構モニターとか、それ以外でも私結構目を追ってましたけどね、あ、ルノやっぱ変わったなと、大人な美人になったなということで、ちょっと今ジーンと来てますけど、こう、ハロプロってこう、成長見られるのが嬉しいじゃないですか。ね、そしてね、MC コーナーでは、八木しおりちゃんと、
歯磨き粉に色がついてるかどうかっていうのをね、ルノちゃんと八木しおりちゃんが論争してたのが面白いですね。八木しおりちゃんがね、ルノちゃんさ、歯磨き粉に色がついてるかどうかって言うけど、ついてないじゃん。普通白でしょとか言ったことに対してルノちゃんが、いやー、色ついてますよ。ね、ミント味でしょ、ミント味なら緑色ついてるじゃん。そもそもだって普通の歯磨き粉って言うけどさ、白色じゃんみたいな感じで、まあ、話が平行線でいくんですけれども、いやー、ルノちゃんのね、その感覚っていうところも面白いですし、まあ、もともとね、逸材としてね、言われてましたが、これ、椿ファクトリーになって、ね、そして女子高生になって、これかなりね、磨きがまだかかってて面白いなという存在。そういうことで MVP とね、させていただきます。普通に推しのね、選択肢の候補に入るぐらい、やっぱね、ルノちゃんは面白くてすごい存在だなと感じました。ということでですね、今回の福岡公演の感想はもうざっとこんな感じです。まあね、いろんな思いがあって、私自身もね、本当大好きな、特に大好きな一押しのね、卒業があって、そっから先の新しいですね、椿ファクトリー、まあ、どうやってね、応援していこうか迎えようかなと思ってたんですけれども、ね、やっぱ現場行くと、やっぱね、それの、でのね、楽しみといいますか、新しい椿ファクトリーもね、かなりね、パフォーマンスのレベルも高くて、キャラクターもね、しっかりおもろくてですね、かなりいい一グループでございます。まあ、今後ツアーね、参加される方、ね、ぜひ楽しんでください。ね、また秋になったらね、卒業も控えてますけれども、ね、ほんと一瞬一瞬、ね、メンバーの皆さんも気合い入ってますし、ファンもね、一緒に応援しましょう。まもなくね、声出し応援もね、できますから、もっと楽しい空間、ね、盛り上がる瞬間を一緒に築いていきましょう。ということでですね、まだツアー中ですので、セットリストはですね、ほんと最後の最後、残り20秒でですね、ご紹介をいたしますので、一旦中締めとさせていただきます。ひとまずですね、このと、動画、福岡公演の感想、お付き合いいただきありがとうございます。ね、参考になれば幸いです。よろしければいいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ、ハロプロですね。あと5月はね、山口の下関のビヨンズの公演と、月末の福岡モーニング娘。の公演行く予定です。まあ、その現場レポを中心にまた新曲など出ればそのレポなどをいたしますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。一緒にハロプロを楽しんで応援してまいりましょう。それでは一旦締めます。今日も推しのために働く。この後セットリストのご紹介です。